ボバリー夫人はフロー・ベールの長編小説で19世紀フランス文学の名作と位置づけられているフロー・ベール自身の代表作である。田舎の平凡な結婚生活に倦怠した若い女主人公エマ・ボバリーが自由で華やかな世界に憧れ、不倫や借金地獄に追い詰められた末、人生に絶望して服毒自殺に至っていく物語である。 1856年10月から12月にかけて文芸誌パリ評論に掲載され、翌1857年1月に風紀敏断の罪で起訴されたが2月に無罪判決を勝ち取り、同年4月にレビ処房より出版されるや裁判沙汰の効果もあって飛ぶように売れ、たちまちベストセラーとなった。フローベールは本作品に約4年半の歳月をかけ、 その執筆期間に徹底した文体の調達と遂行を行った。ロマン主義的な憧れが凡庸な現実の前に破れ去る様子を、精緻な客観描写、自由間接話法を方法的に多用した細かな心理描写、多視点的な構成によって描き出した、この画期的な作品は、フランス近代小説を代表する傑作となり、作中人物に寄り添った、その 視点の小説技法は、その後のジェームズ・ジョイスをはじめとする前衛的小説や、ヌーボー・ロマンの先駆けとしても位置づけられている。サマセット・モームは、本作品を世界の十大小説の一つに挙げている。言語の美を構築した、本作品は、写実主義を像をした、フロー・ベールの意に反して、写実主義の傑作と評され、彼は、リアリズムの父と呼ばれるようになった。 フローベールが、ボバリー夫人は、私なのですと言ったとされる有名な逸話があることでも知られており、夢と現実の相国に悩むヒロインの性癖を表す、ボバリスムという造語も生まれた。この造語は、現実の自分とは違う自分を思い描き、それを実現できない、無力感に苛立つことであり、それがこうじると人生への漠然とした全面的、欲求不満に苛まれ出す。 といった様相の概念として、今日では辞書にも掲載されている。ある日、ルーアンの年少学校に、打ちきそうな田舎の少年が転入してくる。シャルル・ボバリーという名の彼は、退職した軍医法の息子であった。真面目な勉強ぶりで中程度の成績を保って、落第せず、そのうち親の希望で、医学校に進み、トストの開業医となった。 仕事に就いたシャルルは、両親の勧めるまま、持参金のたっぷりある年上の45歳の未亡人、エロイーズと結婚する。しかし、結婚後には焼き餅焼きの、この女性が、自分の資産について、嘘をついていたことが判明し、シュートとシュート目に休断され、間もなく振動が元で確血を経て急性してしまう。独身者となったシャルルはしばらく気落ちしていたものの、以前に骨折を、 応診治療した農夫、ルオーの親切に触れて、親しく通うようになり、その一人娘エマに惹かれて、彼女に求婚する。承諾が得られると客を大勢招いた田舎風の結婚式を取り行い、新たな結婚生活が始まった。エマは修道院での夢見がちで、小説や物語を読んではロマンティックな空想に浸るのが好きだったため、 実家の田舎暮らしに飽き飽きして結婚したにもかかわらず、やがてこの結婚生活にも自分が考えていたような、恋の情熱も湧き立つような幸福も見出せないことに、幻滅し始める。その思いは、ある日夫妻で、公爵家の舞踏会に招かれたことにより、一層強くなっていく。公爵たちの豪華な生活と比べ、自分の平凡な家庭や凡庸な夫が心底から嫌になり、 都会の社交生活に加われない自分を不幸な人間だと考えるようになる。今の神経症的な変調を場所のせいだと考えたシャルルは、トストを捨てて、ヨンビルラベーという村に移り住むことを決心する。ラベーでは、俗物的な薬剤師を名その家の下宿人で、交渉人初期の青年レオンといった人物との交流のほか、田舎での新しい生活や出産といった出来事により、 エマの気はやや紛れる。エマはレオンに惹かれていき、レオンもまたエマに憧れるが、どちらからも言い出せないまま進展せず、レオンは法律の勉強のために都会での生活に惹かれてパリへ向かってしまう。幻滅したエマは再び耐えがたい退屈を感じ始める。そんな中、資産家の田舎紳士ロドルフが死男に遮血を施してやるため、シャルルを訪ねてくる。 エマに目をつけた遊び人のロドルフは、村で開かれた農業更新会の際に、周りの目を盗んでエマに迫る。エマは、ロドルフの汚れた態度に惹かれ、誘われた乗馬について行った際に、森の中で体を許してしまう。それから、シャルルの目を盗んでのあえ引きが始まり、エマは、毎日のように熱心な恋文をロドルフに送っては、恋愛を味わう幸福に浸る。一方、 シャルルはおめえにそそのかされるまま足の下下手術に手を出して失敗し、患者である宿屋の下男の足を切断させることになってしまう。シャルルの才能の無さに一層の幻滅を感じた今は義足を用立てた商人ルールーにも次第に気を許し、彼に勧められるまま贅沢品を付けて買うことが習い性いになった上、人目を盗んでの合いびきに飽きたらず、ロドルフに駆け落ちを迫る。 しかし、自分の生活を捨ている気のないロドルフは、駆け落ちの約束を守らず、エマに別れの手紙を書いて、馬車で姿を消す。ショックを受けたエマはヒステリックになり、やがて反動で信心深くなって、信仰に救いを求めるようになっていく。そうした中、エマはシャルルに誘われて、気晴らしのために、ルーアンへ感激に出かけ、住まいをそこに移していたレオンと3年ぶりに偶然、 再会する。再会したレオンと互いに情熱を復活させたエマは、ピアノの稽古という口実を設けて毎週彼に会うが、付けて買った贅沢品のために氷菓子のルールへの借金が、膨らんでいく。エマはシャルルに知られないように辞書を売るなど手を打つも、品物を買う癖が抜けず、ついに裁判所から差し押さえの通知が来たため、返済のために奔走する。 レオンやかつての恋人のロドルフから金を得られず、絶望の末に、薬剤師の家に忍び込んでヒ素を飲んでしまったエマは、応急処置も虚しく衰弱していく。やがて死の床で死災から精油を受けると、宗教的な総調査によって医者されたかに見えた、エマのもとには、最後の瞬間にまるで彼女の人生をあざけるように、小記の歌う悲哀な歌が聞こえてくる。エマは狂ったように笑い、息絶える。 こうして、シャルルは、かぐるよあらかた差し押さえられて、なお多額の借金を抱え、それでも、エマの不定に気づいておらず理解できないまま、思い描いていた幸福な人生が突如として不幸に断ち切られたことに、呆然となる。その後、エマを新生しして、自身も、彼女のような生活態度を取ろうとした結果、娘のベルタに満足な服を買ってやることもできないほど、 借金で貧しくなったシャルルは、ついに、エマの机から不定の証拠となる手紙を見つけてしまう。一方、薬剤師のおめえは、商売が成功し、新聞に気の利いた記事を書いて送り、子供も順調に育って幸福な生活を送っていた。自分にレジオンドヌール勲章が送られないことを、唯一の不満としていたおめえは、庭に、 勲章の星印をかたどった芝生を作らせて、受賞の知らせを毎日待ち、最後には念願の勲章をもらい受ける。シャルルが庭先で、エマの遺発を握りしめたまま休止し、ベルタが遠い親戚に引き取られて工場へ働きに出されたところで物語のマックは降りる。ボバリー夫人をメスで切り刻むフロベール。サントブーブの表を踏まえた木が、ボバリー夫人は、 35歳となっていたフローベールが公に発表した事実上のデビュー作である。終作時代にはロマン主義文学に熱狂していたフローベールだったが、友人マクシム・デュカンの文学的階層によれば、1849年9月に完成させた聖アントワーヌの誘惑をフローベールがデュカンと VA の前で朗読した際、過剰な著情性や、 比喩表現の行々しさを二人は感じ、僕たちは、そいつを火にくべてしまうべきだと思うよ。もう二度と話題にしてはいけないよ。とブイエはフローベールに言った。ブイエは、気落ちする、フローベールに、実際に起こっていたスキャンダルな事件を題材にしたらと、提案した。デカンと一緒に1849年10月から1851年6月まで、エジプト、ベイルート、パレスチナ、エルサレム、 ダマスカス、イタリアに旅したフローベールは、1851年9月から、ボバリー夫人の執筆に取り組んだ。4年半の執筆の間、当時の恋人のルイーズコレと恋愛中であった、フローベールは、彼女に作品の遂行や、進行状況を手紙で伝えている。そして遂行を重ね、1856年4月に、ほぼ完成すると、友人流館は、自身が、 編集人をしている雑誌、パリ評論への掲載を、フローベールに依頼し、同年10月から12月まで連載された。卒業を恐れた、流感の混乱により一部分は削除されていたものの、公衆の道徳及び宗教に対する侮辱罪として1857年1月に告訴されるが、2月7日に無罪となった。裁判沙汰が逆に宣伝となり、4月日本が、 発売されると飛ぶように売れて、ベストセラーとなったが、当時の雑誌、新聞の書評は厳しいものが多かった。ルモニトゥールでは、サントブーブが幾分厳しい評価をした後で、フローベールの文章を、下界のメスに例えている。ボードレールは、ラルティストに、好意的な表を書き、エンマはほとんど男であり、著者は、あらゆる男性的な資質でこの女性を飾ったのだと、エマに、 作者自身が投影されていることをいち早く見抜いて作者フローベールを喜ばせた。ボードレールの理解のようにエマの取り憑かれている様々なロマン派的な空想や憧れには作者自身の資質がそのまま反映されていると見ることもでき、フローベール自身がボバリー夫人は私なのですといった有名な逸話が伝説のようになっている。このエマの人物造形は 後に理想と現実の相違に悩む様を指す、ボバリスムという言葉も生んだ。作品の舞台の一つルアンは、作者自身の生まれ故郷であり、エマが移り住む、架空の村ヨアンビルラベーもルーアン近郊の村リーが、モデルとされている。小説の発表以来モデルの選索が後を絶たず、エマや、その他の登場人物についても様々な推測が、なされてきた。上記の友人の一人であり、 掲載し、パリ評論編集人のマクシム・デュカンは、フロー・ベールの没後間もなく刊行された文学的階層にて、医師であったフロー・ベールの父の弟子である軍医ドラマールとその5歳の若妻が小説のモデルであると証言している。リー村に開業した軍医ージェヌ・ドラマールは、年上の妻に先立たれた後再婚したが、その若妻は他の男との常時に走った上に借金を重ねて、 服読自殺、夫も後を追って自殺している。デュカンによれば、セイ・アントワーヌの誘惑朗読の際に、ルイエが、この事件を題材にしてはどうかとフローベールに提言し、その後に、デュカンとフローベールが二人で行ったエジプト旅行で、ナイル川の幕府を見学している際、フローベールが主人公の名を思いつき、1850年3月に、エウレカ、と叫んだとされる。しかし、 聖アントワールの誘惑朗読の時期には、まだ、ドラマールが生存していたことが判明しており、フローベールの書簡類と照らし合わせると、6月の v 宛ての手紙で、僕には、草案も着想も計画もないと述べているなど矛盾した点も多く、近年では、デュカンの証言自体の信憑性に疑問が呈されている。1933年のジャンルノワールによる映画化作品、 ボバリー・夫人をはじめ、1949年のヴィンセント・ミネリによる映画化作品、ボバリー・夫人、1991年のクロード・シャブロルによる映画化作品、ボバリー・夫人、1989年のアレクサンドル・ソクーロフによる映画化作品、ボバリー・夫人、2014年のソフィー・バルテスによる映画化作品、ボバリー・夫人といった各作品があり、 テレビ映画での本案も多い。日本版では、コミカライズに、ボバリー夫人があるほか、イラスト本でのダイジェストに、ボバリー夫人がある。1951年には、エマニュエル・ボンドビルの作曲、ルネ・フォーショ・シュワの台本により、全3幕でオペラ化されている。日本では1916年に、中村聖子によって、初めて管訳され、バセが大学出版部で、 ボバリー夫人として刊行されるが発近となった。1920年に解除し、新庁舎で審判再刊されている。なお、各種時点では、ボバリー夫人のタイトルで掲載されており、エマのフルネームもエンマ・ボバリーと表記されている。ありがとうございます。